皆さんご苦労様でございます。連休前で、皆さんもお忙しいと思いますけれども、今国会のバタバタやっておりますが、今日私どもの方でエネルギー調査会を1時半から開きまして、橋本代表に講師になっていただいて、原子力エネルギー政策についてディスカッションをしようという国会議員とやっていただく、報道はフローというところでございます。どうぞ歩いてください。石原会長も大丈夫ですと聞いております。私の方とはそうですね、私は正面から質問しますんで、出ても最後ちょろっとぐらいですね。はい、何かございますか。はい、すいません、読売新聞の橋です。昨日オバマさんが来日されましてですね、オバマ大統領が来日されまして、これから、TPP 交渉などもですね、前進していくことを考えられるんですけれど、TPP 交渉というのは今その政府からの情報ってなかなか出てこないというような指摘もありまして、で野党各党はTPP の特別委員会など設置を求められていますが、今後その政府に対してですね、TPP 交渉って求めていかれている、どのようなことを望まれますか。外交交渉ですからね、しかも、最終段階だからなかなか、オープンにしにくい事情はあるんですけどね、私はもう終始ね、もう少しね、情報を出すべきだったと思いますよ、政府与党は。よその国の方がこうして出してるのはね、出し方が難しいんだけどね、そういう意味では今野党がね集まってもう少し情報を出せる、場合によっては特別立法だと、特別立法になじむのかどうかは知りませんけどね、そういう意見が強いっていうのは確かにそうだと思いますよ。ただこれ最初段階でしょうからね、オバマさんと安倍さんの会談で、かなり明らかになるんじゃないかと思ってますけれども、分かりません。アメリカの例の一括に事件法っていうのが通ってないわね。だからアメリカ政府もやりにくいことは私自由だと思う、事情は分かるんですけどね、もう少し出すべきですね。毎日の笠です、参院選挙制度改革で、明日の議事のうち、バキザツアーができると思います。で、島根と鳥取の航空などの合格を受けということでございますけれど、そのザツアーの受け止めと、今、維新案として何か参院選挙改革を検討するのはあるんでしょうか。維新案はね、まだ参議院については成案がないんですよ、検討中で。ね、私個人の案があるんだけど、だからこれは成案を早急にね、政府の機関で、作ってもらいます。それはどういう案が出てくるかね、彼が、和氏があれ、座長ですか、中野出すということなんだけど、合区っていうのは昔からあるのよ。じゃあ合区されるとこが嫌がってるわね。で、参議院というのはご主張の職域代表と地域代表なんだよね。職域はその、今、比例ですね、非拘束の全国比例。地域っていうのは都道府県単位なんですよね。これが大原則なんでね、合区っていうのはそれを崩すわね。そこで関係の人の理解が得られるかどうか、合区したら大きな県の人がいつも出ると、大体それこそになっちゃうんでね、そこのとこがなかなか辛いんだからね。だからそれを大いに議論してもらえばいいと思いますけれどもね。で、格差はね、だんだん最高裁が厳しくなってるから、昔は6倍ちょっと取ったね、それが5倍とかね、5倍でもダメだとかってことになって、どんどんね、厳しくなってるんで、参議院と衆議院と違う制度にした方がいいんだけどね、だけどなかなかそういうことになるのかどうか。選挙制度っていうのはいつも言うんだけど、党率はやっぱり公約なんだ、なかなかまとまりづらいよね。維新案はいつ頃まとめるという、維新案はいつ頃までまとめるか、そういう考え、それはあれば園田さんの選挙制調査からやってもらうんで、できるだけ早くと言っておきますよ。また甲子園は昔から自民党時代から言ってるんだよ、ザブの比例って言って、格差も完全なくなる。非拘束の全国でね、これは職域代表出して、
ブロックごとの高速で、この高速比例にして、そうなると各県全部出れるんで、順番つけるから。で、格差は完全なくなるからね、比例すれば。じゃあ、ただ、ややこしいわね、ダブルはやこしい。あ、これ私、あれですから、別に、人とは関係ありません。立ち上がるときはそういうことを中心にした、立ち上がるな。共同通信のあれです。あの関連ですが、あの総社長の脇座長試案は今あの合区案が出てくると言われているんですけども、維新としては合区案についてはあの否定的という今否定的でもないけどね。それはあの選挙制度調査会やなんかで議論してもらわないかけ。私が今言ってるのは関係圏でなかなか合意が得られるのかなと。我が党じゃなくて合区サラル圏で。それは抵抗が前から合区っていうのは昔からあるの。はい、どうぞ。すみません、フジテレビの早間です。すみません、参議院の会長としてちょっと一点お伺いしたいんですが、まあ、昨日会長が、ユイの党の寺田、参議院会長とお話をされたと思うんですが、今後その統一会派の結成届の提出について向こうの党とどういった今後手順とか踏まえていくのかちょっと確認だけさせていただきたいんですけど、まあ、ユイの党とは長い経緯もあるしね、それから政策の今調整もしてますし、そういうことで近々に皆さんの日を決めていただいてありがとうございましたが、統一会派の届け出をしようと思ってますけどね。ただまあ基本的な我が党の方針はただますますベンドなんで、会派についてはだからそういう意味ではユイの党にとどまらず、他のそういうご希望があれば検討してですね、皆さんの合意が得られれば受け入れていきたい、こういうものです。合区っていうのは何だ、合区なんて統一会派っていうのはね、どうやっても決めれるんで、合区の場合お互いの統一候補を及ぼし合わないのよ普通は。だからそれは独自で行動できない。ただまあ一緒におるのにね、そんないつも違うことをやっていいのっていうようなことは世間的にはあるわね。だからおおよその投票行動は見てくるけれども、一緒になきゃいかんちりは何もない。で今まで我々がやった統一会派についてもらえた A は賛成、 B は、ただちょっと理由がなきゃいかんわね。はい、はい、朝日新聞の石井ですが、今の話に関連して今政策の調整もされていると。昨日ユイの枝代表は、相場政策について本合意できるという見通しを示したんですが、片山政調会長としてはどのように今出て、私はほとんど大筋合意ができていると思っています。ただあの時の方っていうのは集団的自衛権についたユイの党の方がなんかそういう機関で検討してるじゃないですか。そこはちょっと待たないかんかなと思ったぐらい。他は違いがあるかと思った消費税も原発エネルギーもほとんど一緒ですよ。そんな時間かかんないですかね。これはしかしね、その完全なゴールが前提ならいろんな議論が出てくるね。もうそう丁寧にやる必要があるんじゃないの。最後だどの範囲までやるかはね、さどこのとこだってね、みんな同じ認識で同じ深さでね、物を共有してるってことはないんだよね、どこのとこだって。だからどこまでやるかっていうのはこれはまあね、さ判断ではね、執行部最終的にはやる、どの範囲までやるべきだと考えるんですか。私は61区全部一時一区ね、全く一緒になきゃいかんと思わないけどね、おおよその認識を共有すればいいんじゃないか。そのおおよその認識は間もなくできそうだよ。もう私はまず基本政策を中心にやったらどうかって考えだけど、これはまあその私の意見で、いろんな意見があるからもうすぐ議論した方がいいね。基本政策の中間報告は作ってました、この前。ただ表現についてはね、みんな意見があるからね。現状ではそんなにズレがあるとは考えられてない。私はそんな違わないと思って、
それ、あの、委員の党だけで、みんなの党なんかとも、もともとはみんなの党と、ね、あの、維新の合意から始まった、あの、政策、協議から始まったんで、みんなの党だったら、そんな違いは止まらない。そうすると、すみません、あの、合併というか合流に向けて委員の党と、その政策がまとまった後というのは、何かその壁ってのはあるんでしょうか。まあ、それはわからないわね。その合流というのはいろんなことがあるからね。党の運営のこともあるしね、お金のこともあるし、事務局体制もあるし、選挙のこともあるし、うん、それは会社組むのとは違うかな。しかも、まあ、それを乗り越えてね、あの維新の会と立ち上がりは、立ち上がり体力とは一緒になったんだな。はい、それじゃよろしくございますか。ありがとうございました。